じゃん。うん、起きてないか、とりあえず始めたけど。あやかちゃん18分もうついてる。うん、ついてるって何？もうつけた。18分からやろう。ほら、ちょっと待って、あやかちゃんの反応かと。もう始まってる。むむむ、ラスト1時間頑張ろう。よう寝たね。眠い、まだ眠い。眠いな。眠くないの逆に。うん、さっき15分寝たから。眠くないし大丈夫かな。永遠に眠い。全然寝てへんからな。くさいくすぎてウケるんだけど。あれ、全然大丈夫。じゃあここに。こんにちは。ただいま。星投げカウントお願いします。お願いします。めちゃくちゃでかい。怖い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 。みんな大丈夫？めちゃくちゃでかい。あやみちゃん大丈夫か？大丈夫だよ、みんな。それなりに揺れたね。うん、ゆっくり。うん、大丈夫みんな。揺れてるまだ。うん、めちゃくちゃ大きかった。え、東京だけこれ、もしかして。大丈夫？カラサイとかは大丈夫なのかな。そんな広範囲ではないでしょ。え、だってさ、怖くない？なんか南海トラフ来るって言われてたから、それ今ビビった。千葉で震度4やって。うん、めちゃくちゃ大きかったな。皆さん大丈夫ですか？ね、ならんかったこれ。ブーってやつ？そう、なんかパンパンみたいなやつ。何普段も一緒なんでしょ。近いからじゃない？そういうこと？大丈夫みんな。めちゃくちゃ大きかったよね今の。うん、東京来た中で今までで一番大きかった。嘘、マジ？うん、びっくりしたから。あやかちゃんってよかった。ちょっと待って、香里ちゃん。あやみちゃんとバイバイできなかったな。爆睡だった。寝とったからね。
落ちようきたけどね。一回起きたな、うん、ショールームの夢見た。千葉県北東部最大震度5弱やって。5弱、めちゃくちゃ大きかったな。大丈夫大丈夫ならよかったけど、焦った。全然焦ってなかったな、やかちゃん。うん、いやでもそれな、揺れたね。うん、怖かった。うん、どうして埼玉揺れてないよ、だって。え、すごかった、ほんまに。なんか初めてこんな大きいの。ずんちゃんの配信見てなってる。じゃあ私が半分でずんちゃんがさ全部映ってるじゃん。本当や、私の携帯。ごめん、受けるめっちゃ揺れたね、びっくりした。カウントお願いします。お願いします。無事だよ、無事無事無事っちょ。無事、津波の心配ないって。え、分からへん。うん、津波の心配はないらしい。怖かったね、大丈夫。佐藤七海のファンがあなたを応援しに来ました、頑張れ。みんな、何てっけ、レモン団、ありがとうございます。23区も震度4だって。え、めっちゃ大きかったの。長かったね。うん、長かった。初めてあんな大きい地震体験したの、人生で。おもろい、配信中にレッドブル入ったりいる。怖かったね、大丈夫？怖かったね。今まで体験した中で一番大きかった。つばさ授かってる。なんかむくみが取れた足の。見て、足細いんだけど。ほんまや、いける。でも傷が痛そうね、あざがすごい。あやみちゃん大丈夫やって。連絡してみたら、ね、気づいてないっぽいですね、地震に。でも電車とか乗ってたら気づかなさそう。確かに、自分がさめちゃくちゃダンスとか踊ってたら気づかなさそう。確かに、怖かった。初めてあんな大きいの、多分人生で。長かったし。ちょっと翼を授かられてダメ。めっちゃ揺れた。あやかちゃんおってよかった。パニックってた一人やったら。目のついてるじゃんから。とりあえず両方やってみよう。低めのツインテールにしようかしら。とりあえずちょっと軽めにくくるな。一旦軽めにくくるな。髪短いからやばい。なんかアニメに、アニメの子みたい。よろしくお願いします。いける、いけるよ。え、あやみちゃん全然分かんなかったって。見てる、こんなんずんちゃんかわいいって。ずんちゃんかわいい。みんなチュインテールはするけども、もうちょっと抑えるわ。
本田さんはツインテールいたしません。うん、前のユコンでやってたよな。ああ前の栄光園ね。いや遅っ、びっくりした今の遅さに。ちょっと待って、なやかちゃんのどうでもいい話聞いてくれてください。はい、最近寝るときこうやって手あげないと寝れないんですよ。え、だから今日めっちゃ手あげてたで。そう、なんかここがここら辺が開放感がないと寝れないの最近。なるほどね、やばくない？なんかなんでこの人手あげてんだろうと思いながらこうやって寝ないとダメなの。あ、そうなんや。最近ちな明日の家出る準備までできてるから。え、やば。暑いのかどうか分かんない。ねえやめてよ。さらやった。暑いのか分かんないけど、なんかこうやって寝ないとダメなの。そうなんや、すごい。へえ、うん、アッサラビアミューディーさミューダンミューディーかわ、ありがとうございます。北尾美優さんと仲良ピッピですよ。あー、うん、めっちゃ仲いいよな。超仲いい。なんか MV 撮影の時からずっと北尾美優さんと仲いい。なんかよく一緒におるイメージ。そう、楽屋も一緒におるよね。そう、見てこれもらったよ。あね、こうやってするの、これってどうやって何するの、これ、うん、これ手通してさ、あ、でこうか。そう、いった、これめっちゃ痛い。どう、チュインテールチュインテールにしてみた、みんな。はい、チュインテール。まだ冷たい風の中で桜のつぼみを見つけた。こんな寝起きで申し訳ないけど、アッサラアッサラビアさん、アッサラビアさん、どうもありがとうございます。復習できたかな。ありがとうございます。ミュダンっていいな、かわいい。なんか作ろうかな。ズンちゃんズあったわ、ごめん。ありがとう、カムサハムニだ。ズンズン風邪？分からへん。あゆみちゃんも咳してたし、うつされそう。やばいな。ちゃんと寝てな。なんか2日前くらいの楽屋がすごく寒くて、でそこでもめちゃくちゃ喋ったから、多分そこでやられて、うん、多分そこからおかしくなって。あ、クマタワー？あらま、あらま、あらま。あ、韓国ペンギンさん、クマタワーありがとうございます。カキカキ見て、こんなに減った。もっとこんくらいあったんだよ。きすごいね、うん、こんなメモってどこで売ってんのやろ。ツンちゃんってもう水かけるようになった。アイス食べな。食べる？帰る前に食べなきゃ。韓国ペンギンさん、クマタワーありがとうございます。
とうございます。せーの、くまたまありがとうございます。ありがとうあーめっちゃちょっと手洗ってくる、はい、眠気覚ましに顔洗ってきた顔洗ったらメイク溶けちゃうくまたありがとうございます。今日暑いですね。暑いんや。あのね、家の中におるからあんま分かれへん。今日暑いですね。でも今日なんかみんなでさ配信できたのがすごい楽しかったあやかちゃん今眠気覚ましに手洗いに行った。今はお腹いっぱい。あのあやかちゃんの一口もらう。なんかさっぱりしたやつ食べたいのにさ、こってりしたやつ買っちゃった。水シャーペットです。あやかちゃん正解。その選択ね、かゆね。え、すごい。そう、ぶら下がったからつけようかな。もうクーラーつけて。めちゃくちゃ可愛いですよね。うん、なんて読むかわからない中国の方。なんかカチューシャやめてこっちにしようかな。ここにつけるの？こうやってつける。変かな。変じゃないと思うけど、そういう子いるなって感じ。あ、わかるなんかおるよね。おる、たまにおる。ゆずシャーペットを食べたいと思います。めっちゃ嫌よそれ。え？刑務所に添えるやつとりあえず YouTuber ごっこわかる。今回の商品はこちらです。何が商品や。ええやん。今週同じの食べたって奇遇ですね。え、すごい、かわいい。それは嬉しいな。これどうやってつけるんや。そんな大きくないよね。私の手がちっちゃいだけ。そんな大きくない。めっちゃ美味しそうね。美味しそう。どうやってつけるもんなんこれは。え、なんかもうちょい前じゃない。前向きね。これつけるの難しい。マジ手が痛々しい今日もつねった。こうしないと生きていけないよ。ゆず苦手なんよね。そうなんや。最近ハマってることありますか。やって、え、うまい。あれ、メイクさんってすごいよ。めちゃくちゃさ、時間内でめちゃくちゃ飾りきれいに。ありがとう。あ、可愛くなった。いる、こういう女子。サンリオピューロランドらへん。あやかちゃんもやって。私は大丈夫です私は大丈夫です。すごい可愛いこれつねらないで。もう多分つねらへんと思う。眠くない。おいしい。うん、何、めっちゃ目覚める。嘘、食べたい？うん、食べたい。あ、うん、食べたい食べたい食べたい。うん、うん、食べたい。しょうがないなどんなイケズしてくるの受ける
美味しい。うん、めっちゃ美味しい。引き食べていいよ、食べたいだけ。うん、こう食べていい。いいよ。え、すごい、これ皮また。めっちゃ美味しい。ちゃんとなんていうの、皮っていうの、うん、うん、ピールが入ってるから風味もいいし。柚子好きな人絶対食べた方がいい。焼肉屋さんとかにある柚子アイスより美味しい。焼肉屋さん失礼だ。柚子感半端ないけどすごいさっぱりしてる。うん、なんか、うん、美味しい。恥ずかしい、これちょっといいか。せっかくの、これすごくない？うん、手作りかな。手作りではないんじゃない？そっか、つかつけようと思ってたからよかった。今日の今日につけました。柚子恋しそう。確かに、そのリボン中に髪の毛入れるんじゃない？そういうこと？うん、またやろうか。うん、え、待って、怖いなこれ。また髪切ってもつけよう。これ耳のさ、ここにつけても可愛いかもな。編み込みとかにもつけたら可愛いかもしれない。なんか突然プレゼント感出るんだけど。あれ、熊タワー。あら、カズくんさん、熊タワーありがとうございます。なんか違くない？なんか違うな。笑わんといて、出して早く。いやもう無理。ねえ、ねえ。これでいいや。ちょっと恥ずかしくなった後ってカチューシャにする。うん、カズくんさん、トマタワーありがとうございます。皆さんもカウント等よろしくお願いします。お願いします。ずんちゃんメルヘンやがって。メルヘンよ今日は。はい、カズくんさん、タワーありがとうございます。クマタワー、せーの、クマタワー、ありがとうございます。ありがとうございます。やばいやばい。めっちゃうまい。おいしい。最高よ、このペア最高よ。怖い。しかも大きい方しかなかったんだよね。ちっちゃい缶でよかったんだけど。こっちにつけようかな。やばい、超目覚めた。どれが？ユズパワー？いろいろ。こういうのなんかつけ方送ってほしいな。送ってくれた。難しいね。難しいね。あ、やっぱりあれやって、通すねんって髪の毛を。へぇ。つけよう。髪の毛もうちょい切るからその時につけよう。でも可愛い顔とこう。そういえば赤ちゃん哺乳瓶配信しないの？受けるんだけど。哺乳瓶あんねんな。知ってる知ってる。恐怖ある。
恐怖でしかない。あと15分くらいだ。5時までおる。5時までおっていいの？うん。やったー。チュキチュキチュッチュ。そんな怖がんないでよ。これさ、個別握手の残ってるやつとかどうやって見るの？みんな。自分で開くしかない。キャラアニのところ。一個一個見ていかなあかんの？うん。大変やな。大変やな。もう追加されないかな。うん、あ、分からん。追加してほしいな。大変で追加。画像作ってくれとったな、そういえば。見てこれ、ユーナーズン。かわいい。あと、私のシルバニアハミ。うん。見えてけない。どこ？あ、これか。あ、そうだ、今度パスポート持ってくるな。そう、え、タワー、あ、ほんまや、ごめんね、気づかなくて。ヒロッピアットマークズンチャンズさん、タワーありがとうございます。拍手の仕方。まあ、なんか髪の毛とかがあるからそれなりに見える。いける。ヒロッピアットマークズンちゃんズさん、タワーありがとうございます。明日ツインテールしちゃおうかな。あら、いつもハーフツインやっけ。あら、いや、ハーフツインにしよう。せーの、ズン、せーの、ズンタワー。ヒラピアットマークズンキャンズさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。上を目指して、目指せ6位です。止まったとは、止まった、止まった、動いてる。あ、でも明日の衣装につい合わへん。動いてる、動いてる、よかった。一瞬止まった。うまっ。おいしい。飲み切った。夜まで頑張るよ、これで。頑張れる。うん、服着替えようかな。え、袖がかゆすぎて。あ、分かる。ここめちゃくちゃかゆいよな。けど超分かる。ちょっと着替えてくる、違う服に。バイバイ。バイバイ。何にしようかな。末永かけるさん、北にゃん、初見ありがとうございます。初見券。一番最初さ、16期さ、うん、の時のさ、初見ってやつがさ、読めなくて、で初見って書いて初見っていう子がね、私のお友達にいるの。あ、そうなんだ。だからなんでそんな初見初見言ってくるんだろうと思って。全く理解できなくて。そう、しばらくしてから知った。ファンの人に教えてもらった。明日握手会行こうかな。ぜひ来てください。で、私再販全部一応完売、ありがたいことに完売したので。おめ、そうだから
会えるチャンスは善悪くらいしかないし、今のところ私が出るって決まってるのは明日くらいしかないので、ぜひ遊びに来てください。みんなでショールームお疲れ様って言い合おうね。うん、まなこちゃんがぜひだって。怖い怖い超グッドタイミングに来るやん。そう、まなかちゃんとずんちゃんと私の3人連なんで、でなんかイベントみたいなのがあってちょっと時間が短くなってるので、その辺注意しながら来てください。じゃじゃん、どう、あ、こっちにしてる、よき、この前握手できたやつ、これはどこでした、クレーザーです、うん、半額でした、半額でした、そう、半額以上やったかな、なんかよき可愛いって思って買いました。いや、紙レーンやった、なんかしかもこっちの方が守られてる感ある、守られてる、なんかさっきの方が好き好きやったから、確かにかゆかったし、よし握手会行く、お、待ってます、待ってます、うん、まなかちゃんカウントしてくれてるありがとう、なんか買ってあげるよ生々しい、なんか買ってあげるよ、怖い怖い、アイス買ってあげるね、じゃあツナハモ、ん、ツナハモ、ん、食べる、食べる、超目が覚める、もう目覚めたもん、彩香ちゃん、嘘、元気じゃない、声のさ張り方がさ、うん、なんかさっきより元気、めちゃくちゃ元気、めちゃくちゃ元気、声の張り方が、いやほんとね、4時とか3時くらいからね元気になるの、いつも、よかった、ありがとう、韓国のハンです、いつも応援します、カムサムニだ、すーちゃん何着ても似合う、何着ても似合うで、怖い、50円か、あやなルームでカウントご協力お願いしてます、頑張って、だってありがとうございます、だってファンの皆様、アヤナさんのルームでカウントしてきてください、お願いします、あのめっちゃ汚かったたこ焼き部屋からこんな綺麗になるなんて、ね、76万ポイント差まで迫ってる、すごい、みんな100何本あったのに120とかね、やっぱじコツコツね、うん、やっていけばどんどん、ね、あやかちゃん何時までずんちゃんとかで配信するの、5時、5時かな、うん、楽しいな、16期って誰といても楽しいから楽しいね、わかる、どのペアといても楽しい、20万くらいまで下がったの、しかも今日で終わりなんて、終わりなんてなんか長い長いと思ってたけど全然短いかもしれない、確かに今考えれば日程的には1日は長かった、1日は長い、1日はめちゃくちゃ長いけど日程的にあれもう最終日って感じ、いいんですか終わっちゃってなんか去年の方が辛かったなって思う、ね、そうだよね、3週間くらいでしょ、そうだね、やばいなそれは、しかも修行中の初日と A の初日ともかぶっててさ、しかも全部さ A なんてもう記憶になくてレッスンっていうかもう意識朦朧でチーム受けてたから、うん、A なんかもう全く最初から振り起こしやったし、柏木さんも振り起こしやったから、確かに、でコンサートも握手会もあったやん、うん、握手
かもなんか大阪とかめっちゃあったりして、大変やつな。だから今回すごくなんかたすんちゃん楽しんでるねっていっぱいやってくれる確かに心の余裕がね、うんうん、まだある方だからみんなにびっくりされる。すんちゃんこういう時って切羽詰まってる印象に、ね、もう3時54分だ。あっちゅう前やな。あっちゅう前だよ。何時に始めたっけ。18分か。 OK じゃあ10分に終わろう。うんで8分休憩しよう。うんってことは5分くらいにはランキング発表しないとね。うんどうしよう。私もこれ飲むくらいに使ってる。やんな。てかなんかいろんな人が借りに来る。あやそうなんやくるみとか絶対借りに来るし、あとみずきちゃん買ってきてって言って言われたから買ってきた。なんか兵庫県は売っててなんかまだ、うん、もう全然売り切れてたりとかもしてたけどかろうじて売ってた。なるほど兵庫の田舎やのにでも売り切れいっぱいやとかすごいなと思って。セザンヌのハイライトと出た私も使ってるセザンヌのハイライト。もう2個ストック持ってんねん。セザンヌハリマちゃん壇上にいるよ。だってえやば、え2位なんですけどかっこ本物とかなんか逆に怪しい本物ハリマちゃんのストーリー見の趣味やねんな。スザかわいい。ハリマちゃんありがとう。決めろ。かわいいハニーサロン。もう絶対これ終わったらもういっぱい買い物しようっていう。ずっとお家にいたからさ。確かにとりあえず出かけたよね、うん、お洋服屋さんとか。とりあえず服見に行きたい。ずっと確かに新作とかナイスクラップの新作とか出てたから。ね、ハリマちゃん課金してるで。あそういうこと課金して。あえ誰も投げてくれてんの何ありがとう。今日は100個も投げてくれてる。大事なお小遣いが。ハリマちゃんの大事なお小遣いが嬉しい。じゃあハリマちゃんも今度なんか奢ってあげるやば会いたいな。こういう海行きたいよね。海行こう。海行きたい。いやマジ遊ぼな。うん。てかこの3人で遊ぼな。うん。打ち上げしよう。打ち上げしよう。食べよう。食べよう。ですぐダイエット始めよう。うん。もうすぐダイエット始める。すぐ食べるけどすぐダイエット始めよう。すぐ。すぐ秒で。3000ポイント超えてる。とはどういうこと？3000ポイント超えてるってどういうこと？累計ランキング2るんじゃん。あ、ハリマちゃんのってこと？多分レインボースター投げてくれたんじゃない？あ、なるほどね。ありがとう。元気してる？シュキメロ。会いたいな、ハリマちゃん。スインしてって言われたから、あやかちゃん今ゴム持ってないから。あ、持ってんで。いや、いいです。いや、いいです。え、ナータンヘアやりたかったけど。帰ってから時間あるじゃん。帰ってからナータンヘアするね。じゃあ、うん、ラストし。なんか可愛い服もね、一回着替えようかな、うん、なんか超ラブリーな服着たら。これもなかなかラブリーじゃないでも、うん、でもなんか大人っぽさがある。ここ出しちゃってるからね。まあ確かにね、色っぽ、なんか色合いも。最近服の断捨離をめちゃくちゃしたから一緒全然ない服が。もう断捨離してもしてもあんねんけど、どうしたらいいのこの気持ちで。でも握手会がないからさ、服買う気にもなれんくてさ。あーそうなんや。なんかまあ買わなくても生きていけるじゃん実際、うん、だってうん毎日違う服着れてるもんな、ね、今までのやつだから、うん、新しい服。えすごい、ハリマちゃんめっちゃ投げてくれ。本物これ1、10、20、30、200個も投げてくれてる。ハリマちゃんウケる。すごい、ありがとう。みんなみんなじゃない、ハリマちゃんみんなもありがとうだけど、ハリマちゃんもありがとう。なんかこの服気に入らへんな。気に入らへんすぎ、うん、明るい色の服着ればこっちにね。黒黒とかだから。ピンクにしようかな。どんだけ着替えるねん。ピンクならいい。いいよ。なんかさ天気いいしさ、ちょっと明るい色着た方が多分
いいと思う。いて、ずんちゃん、ゆずちゃん服欲しいらしいよ。ゆずちゃんってどのゆずちゃん？末永じゃない？全然あげるの。私なんかドラフト3期生にめっちゃ服くださいってめっちゃ言われるんだよね。あ、そうなの？なんちゃんとかにも言われるし、ソラとかにも言われるし、あげるの。でもなんかあげれる服なのか分かんなくてあげれない。うん、夏服ないかもしんない。明日も朝が早いですね。楽しみだな、明日。でもまた久しぶりに生身の人間と喋れる言い方があれですけど、生身の人間、生身の人間に会うことに飢えてるからこの期間ゆずちゃん何でもいいから服くださいだって。ウケる。うん、そう、多分今ショールームとかやってんのかな、聞いてんじゃない多分。きょんちゃんも服欲しいって言ってる。そう、オタクを生身の人間として見てくれる彩香ちゃん優しいってどういうこと生身の人間じゃん。みんな一人一人生身の人間、大切な生身の人間、ありがたい。これ着よう。生身の人間と喋るのが一番楽しいと思う。やっぱコミュニケーションにタイムラグがないのが一番楽しい。でもなんかさ、善悪って回るスピードが速いからさ、途中で目回っちゃうんだよね、私。なんか何喋ってんのか分かんなくなっちゃう途中。明日はそんなことにならないように頑張ろう。この前さ、うん、それなんかね、あやみんちゃんも言ってた。なんかありがとうって言おうと思ったらまたねって言っちゃった。やっぱ言う。だから握手会来てすぐにまたねって言っちゃったんだって。やばくない？言ってまう。ちょっと待ってな。そう、目が回んねんな。目回るよな。どんだけ時間かかってんの、着替えるの。そういうこと？ないからこれにしよう。ちょっと待って。回るスピードが速いから、あやかちゃんが一番可愛いで終わるので、僕も頑張りますだって。ぜひ、喋ろう、たくさん。みんな。私もあったもの書いた。え？よいよいよい。うん。これはどこのお洋服ですか？わからん。どこやろ。見て。え、最後閉まってないじゃん。ちょっとどかい。あ、ページボーイだ。ああ、なんかさ、乃木坂さんのさ、そう、ノースリーやね。あれ、ガールズ、あ、ガールズルールのさ、あ、一緒に見てて、すごい。もうめっちゃちっちゃい子が持ってる。ちっちゃいっていうのは嘘。昔から？うん、中学生の時から持ってる。どう、明るくなった？ちょっと。え、確かに善悪のさ、3人ね、で真ん中大変だよね。うん、大変。静香ちゃん感がいいね、だって。確かにツインテールしん方がいいかな。静香ちゃんってこの色だよね、だって。確かに確かに確かに、静香ちゃんこの色。ツインテールをやめたらいいのか。どうだ、カチューシャの色も変かな。なんかパール系のやつの方が可愛いかもしれない。確かに。
行く。私目撃者公演なんかカチューシャ多いんですよね。多いってかめっちゃ羨ましい。あれくるみのユニットがくるみのポジションの時はユニットもカチューシャだから、オープニングとユニットがカチューシャになるんですよね。編み込みの時大変やね。そうめっちゃ、でもなんか固定できるから逆に安定はする。かわいい。私もそのパール系のカチューシャ買おうかな。ラティス、あーラティス、うん、3個でなんか300円とかやったから、うん、めっちゃいいと思う。あの新宿ルミネーストっていうところ。ラティスどこでもあるよ。あ、そうな、うん、知らんかった知らんかった。でも私さ、ここの耳の後ろの皮膚が弱くて。あ、これはでも緩いかも、比較的緩い、うん、でもそれはミーパーセントも大丈夫、うん、けどスピンズのは痛かった。そう、すぐね皮むけちゃったりとかするんだよね。あ、そうなんや。ミーパーセントとラティスは、あ、ラティスはでも金属系は死んでま、ね、死んでま。でもこういうパール系なら大丈夫。うん、どうだ、うん、ラストに防止服になってるかな。あ、ゆかりんさん、たこ焼き配信やってんのや。いい、キャバ職人してるって。面白い。見よ、絶対キャワいい。いい感じ、ワンピース。ひろけん、おう、まあまあ、まあまあ、キープやな。カウント50してきます。ありがとうございます。いや、ほんとだ、キャワイ、ほんまに綺麗。てかなんか、なんか色っぽいよね、うん、好きになる。なんかしかも上手じゃない、なんかすごいめちゃくちゃ綺麗な。誰もが好きになる、ゆかるんさんって。ゆかるんさんが大きい声出してるの聞いたことない。あ、確かに、うん、私とは大違いですね。なんかおしとやかで、うん、怒ってるところとかも見たことない。そういうイライラしてるところとかも。あやなのさん、2位まで397万だって。すごい。あ、夏祭りって言ってたね。え、浴衣着ようかな今日の夜。あ、いいやん、浴衣自分で着れるかな。着れるか、うん、え、だってさ、うん、言うて下らへんはあんま映らへんから。確かに上だけ、あの着付けの YouTube 見て。うん、でも私なんか浴衣も着付けのね授業とかあったもん、家庭科の時に。あ、そうなんや。そう、髪の毛はクマさんみたいにしたら。クマさん、なんかさ、今なんかずっとやってないんだけど、この配信中で10日間で完成させようっていう企画があって、なんかその夏祭り、うん、握手会の期間で写真撮るときに一緒に撮れるようにって言って刺繍のひまわりを作ってたのね、うん、それはまあまあ一回置いといてるんだけど、うん、まあ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 、で浴衣のね髪飾りみたいなのもあったの、うん、それを作ろうかなと思ったんだけど、うん、結局なんか浴衣何色か分かんないじゃん、うん、だからやめちゃったんだよね。もったいない、もったいない、もったいないね、もったいない。私の浴衣どうしようかな。そう、クロスステッチ。何クロスステッチっていう刺繍のなんか種類。へえ、調べてみよう。あ、やばい、更新しようか。あ、ほんとだ、やばいやばい。じゃあ私からライブランキング読みますね、うん、13位ボーヤンさん、12位ペンネさん、11位タイソンさん、10位寂しい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 ウサギさん、9位ウサギとカメコさん、8位サトルラブさん、7位ゼロさん、6位マサさん、5位ザキヤマさん、4位ヤスさん、3位ケンタさん、2位ハイマーナナミさん。本物かっこ本物。あ、宣伝してる。あ、そうそうそう、はるまちゃん、ずんちゃんは1位アッサラビア、アッサラビアしてた。さあ、タワーありがとうございました。皆様もカウントやスペシャルギフトやもろもろ
星とかも全部ありがとうございます。はい、どうぞ。ドンちゃん行きまちゅ、ドンちゃん行きまちゅ。第13位みゆさん、12位ディーブーヤさん、11位ゆいはんおしさん、10位ペロさん、9位イーグル2007さん、8位和田信アットマークもえずんさん、7位セッキーさん、6位セミロングアットマークずんちゃんずさん、5位シンアットマークずんちゃんずアットマークランファミさん、4位まゆさん、3位ヒロッピーアットマークずんちゃんず目指せ6位さん、2位韓国ペンギンアットマークずんちゃんさん、1位カズくんさんです。ヒロッピさんタワーありがとうございます。韓国ペンギンさんクマタワーありがとうございます。カズくんさんクマタワーありがとうございます。おきに、はいどう、おきにじゃあ一回切りますね。ギフトとお星様もありがとう。19分くらいから再開かな、うん、します。じゃあね、バイバイ。